中最悪で、今は夜の8時。おはようございます。でも本当に最悪なことが起きていて、ここで喋る？ちょっとうるさい？スーパー行くわ。スーパー行きます。スーパーでちょっと一人で喋ろっかなって感じ。はい、今スーパーの中に入ってきたんですけど、まあとりあえず今日は本当にイライラしていて、今日ね一つ動画がボツになっちゃったんですよ。だからちょっと投稿遅れそうなんですけど、まあそれは本当にごめんなさい。新しく私 iPhone15 のこのねピンクをねゲットしたんですよ。ピンクやばくない？で今違う iPhone でね撮ってるんですけどね。で私いつも iPhone の11でずっとカメラで撮ってて、それをパソコンに写して編集してたんだけど、なんか商品に向かって喋ってるような気もいいかな。とりあえず歩きながら携帯に向かって喋るね。あ、卵長くは持たない。そう、1個ボツになったの。 iPhone15 でカメラを撮ってパソコンに写したらねボツになったので、まあその、まあ、題名を教えちゃうと、韓国人男を3人と飲んでた次の日全部俺が片付けるけどみんな喋ろっていう動画だったんですね。本当に怖い動画で恐怖映像となっているんですけど、亡くなって、もうねカナダ来る前の尾形咲ちゃんはこんなことを予想できたでしょうか。で、韓国語が全然わかんないということで、私は全然喋りませんでした。そう、みんなね、UNO のルール知らなくて、結構喧嘩しました。ということでね、とりあえずこれを片付けないといけないの。酒なんてね、いくらでもあればいいですからね。トリマ、お疲れ様。チェーズ。たまんな。え、たまんな。お疲れ様です。え、ほんと最悪みたいな、もうイラ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 ってしてたんで、ドスッピンだったんですけど、バチバチメイクを決めて外を歩いてきたんですね。まあじゃああいにく外は雨だったんで、このようにスーパーを、こういう爪の女がスーパーを練り歩きながら商品も買わず、まあこういうエスパーとか流れるエスパー流れるスーパーにいます。最高ですよね。よし、人に見られてるので一回外に出るね。外めっちゃ寒いの今もうカナダ。え、てか別に外で喋らなくても家帰って喋れっていう話なんですけど、もうずっと家にいすぎて今日ほんと家あパークって感じです。失礼しました。でなんか今毛染めをまた買いました。あれ、なんか前回の動画でさきちゃん髪の毛染めてたよねって感じだと思うんですけど、はい、そうです。え、待って、ケンタッキー食べたい。ケンタッキー、ちょっと今日はもうご飯も作りたくない。てか私日本でケンタッキーあんまり行ったことがなくて、人生2回目とかのケンタッキーなんですけど、カナダのケンタッキー、バーガーもあるんだケンタッキーって。はい、 Can I get a boneless combo? Yes, and then drink is cokeOkay. Any size coming fries? Any dipping sauce? Honey, yeah. Okay, thank you. 自分でドリンク入れる式です。私は何にしよう、やっぱコーラかな。受けたまわり。Okay, 今ケンタッキー注文して骨なしセットみたいなの飲んだので家に帰ります。雨がやばい。せっかくつけまつけたのにさ、ありえないよね。はい、今帰ってきました。てかね、このライトの中の LED ライトを変えたんですけど、エロくて見てほしい。ずっとオレンジだったんですよ、私のこのライトが。でもオレンジがなんかずっとだったら飽きるなと思って、白とかこういうね青系の白とかもっとオレンジとかできるんですけど、もっとエロいのがあって、申し訳ございません。こういうのもできちゃうんですね。マジ普段私ほんと自炊するんで全然ケンタッキーとか食べないんですけど、マクドとか今日はちょっと買っちゃった。コーラとあとこういうのチキンとポテト入ってます。うん、うますげ。うん、あとなんかもう一個入ってる。なんかちっちゃいチキンも入ってます。え、ケンタッキーってこんな最高なの？ハマりそう。私の部屋ルームツアー、まあ、引っ越し当日のルームツアーしてから完成したルームツアー見せたこと多分ないんですけど、こんな感じ。ここが作業スペースで、まあここにケンタッキー買ったやつとか、これは秋葉原で一人で買ったエレンとか、あとねここに思い出の写真がいっぱいあったりして、でここがベッドルーム、ここがなんだっけ、洗面所です。
はい、こんな感じでもうここにね3ヶ月ぐらい住んでて、こっちの暮らしには慣れてきたかなって感じなんですけど、嬉しいです。やばい、しゃっくりで、今日は何をするかというと、皆さんイ・ドゥナ、ネットフリックスのドラマ見ました。ちょっと待って、見せるね。ドゥナっていう題名なんですけど、これがやばくて、最近本当にネットフリックスとか全然見てなくて、久しぶりに見たいなと思ってたんですけど、なんかね、何がいいとか分かんなくて、しかもなんかカナダのネットフリックスが進撃の巨人がなくって、もう私進撃の巨人のためにもう一回見ようと思って、一からファイナルシーズンに向けて全部もう一回一気見しようと思って入れたのに、進撃の巨人がないという本当にありえないことが起きたので、しゃっくりうざいんだけど、お疲れ様でした。何見ようかなみたいな感じで探してたので、久しぶりに韓国ドラマも見たいなってことになって、韓国ドラマを探してたわけ。新シリーズみたいなの出てたのがこのイ・ドゥナで、本当にスジちゃんが可愛いっていう話、主人公のイ・ドゥナと恋愛ドラマ、まあ、なんで本当に私昨日の夜見て朝の8時まで見たんですけど、もう泣いたりだとか叫び上げたりだとか本当にすごくて、私昨日の夜マジで可愛いの、とりあえず本当可愛すぎて、ほらこんな感じわかる、姫カットと黒髪とパッツン前髪、可愛すぎないと思って、あのルセラフィムのうんちゃんもこういう髪型なんで、私も本当姫カット可愛いとずっと思っててやってなかったんですけど、これを見て決心しました。私は姫カットをしたい。えい。でこれこの前髪の毛染めたばっかりなんですけど、もうブラックにしよう。お疲れ様です。でしかも私本当に本当にカナダ来てから美容院に行ってなくてストレス、私からするとちょっと美容院っていう場所本当に話さないといけないだったりとか、ちょっと気使ったりだとかですごく疲れてしまうので、もう全部家でやってるんですね。ネイルもできるだけ、これもこの前家でやったんですけど、可愛くない？そう、ネイルもこの前家でやって、今から髪の毛も染めていく感じなんですね。こんな感じで今から髪の毛を染めてイ・ドゥナになります。します。待って、危ない危ない、普通に危ない。絶対に私はこういう時 TikTok を撮らないといけないですよね。これビフォーでこんな感じで曲を選んでいきます。最初私はいつも返信の時は途中で音源がちょっとパターンが変わる曲を使ってて、こう撮って変わる瞬間にこうですね。今からやっていきます。やっぱねこういう TikTok 音源っていうのは歌えた方が面白いから、頑張って英語とかをいつも歌ってるんですけど、たまに普通にミスってる。これします。でカナダのフィルターはほうれい線とかクマとかは補正してくれないけど、それ以外ほんとノーマルで、まあ、日本の TikTok だったら目とかも大きくできるし、おでこも狭くできるし、人中も短くできるし、鼻もちっちゃくできたりとか、口大きくできたりとか、いろいろ私のねコンプレックスをカバーしてくれるんですけど、カナダ厳しいです。こんな感じ見てみます。わかる？ちょっとこれボツ、もう一回やります。お、ここだ、来た、漏れる。これします。ということで今から染めていきます。やばい、染め粉が足りない、絶対にこれは足りていない。このトップにつけすぎたんで、この先っちょをこのようにしてなじませるんですね。はい、今カラー剤全部つけたんですけど、本当にカラー剤が少なくて、多分2本買わないといけなかったんですけど、トリートメントとかも足してなんかこう多分全部に行き渡ってるとは思うんですけど、はじめまして。とりあえずこれでちょっと時間待って流していきます。もう最悪、本当に最悪、2個買えばよかった。一斉ので、ね
じゃーん。はい、今こんな感じで染め上がりました。結構ムラなく染めれたかな。でもこの辺がちょっとね、なんか茶色みたいになってるんですけど、まあまあまあ大丈夫大丈夫。ちょ、本当にライトしたらカラコンなくて目がなんか見慣れないんですけど、これも可愛いということで。で、私前髪は長めなんですけど、もうすでにあって、でこれから切っていくんですけど、まあこんな感じのね、姫カットプラス前髪もっと量増やしてパッツみたいな感じにしたいんですけど、100円で買った普通の文房具用のハサミしかなくて、とりあえず前髪をもうちょっとパッツンにしたいので、私おでこ広いから量を増やすって言っても限界があるんですよね。ここの部分の毛がまあないことになるから、あんまり毛は増やすことできないんですけど、切ります。よろしくお願いします。やばい怖い。お、いいんじゃない。これでちょっと前髪巻けば、お、いい感じで、次姫カットですね。姫カットが本当にどんぐらい取るかだよね。ここ結構重要。こんぐらいかな。結構量多くした方が可愛いかなって思うんで、この辺こんな感じ切っていきます。あ、Oh my god、 え、待って、可愛くない。ちょっと待って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 、 wait 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 wait、 いけ、ちょっとこっちの方が短かったかもしれない。まあいいや、もうなんか切ったらすごい大変なことになりそうなんで。待って、筋かもしんない。申し訳ございません。かわいい。ちょっと待って、ちょっと待ってね。完成させます。はい、今着替えました。なんかルナちゃん結構ドラマでこういう可愛いタンクトップとかをね着てね、やばいエロ可愛いって感じなんで、私も真似しちゃったりしてます。こんな感じでどうですか。姫毛結構バサッとこう切ったんですけど、可愛くない、可愛くない。こうね、なんかドラマではこう耳をここ姫毛残して、どっちもね耳にかけたりとかして、めっちゃ可愛い。本当にめっちゃ可愛いから、すぐ影響されて真っ黒に染めて姫毛を出してみたでした。はい、ってな感じで、もう本当に気分が上がらない日はいろいろあったんですけど、本当にまつげつけてメイクして2000円いかないぐらいでイメチェン成功しました。やっぱりね、お財布キツキツ生活というのはこういうのも大事になってきます。長くは持たない。てかマジで可愛くない。本当に結構お気に入りで、最近イメチェンできてなかったから自分でこうやってできて嬉しいです。ってことで今日見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。